忍者めぐまる。どうもめぐまるです。今日は東京へ帰る日なので熊本市内に戻ってるところです。今渡ってるこの橋を渡ると九州本土に入るところです。今日は一箇所寄りたいところがあるのでそこに寄ってから行こうと思います。このハンターカブももう返さなくちゃいけないのは寂しいんですが、バイク屋さんまでは60キロぐらいあるので最後まで楽しく走れたらいいなと思います。どうぞ旅の最後を見届けてください。熊本の暴走族。トイレのとこでいいよ。トイレの前、うん、この辺あれね、ワンピースのジンベエだよ。なんか銅像ができたって書いてあった。なんでここにできたの？ジンベエと後ろにあれが電柱をシンプルに乗せる。これからバイクを返しにバイク屋さんに向かいます。やっとこのハンターカブさんと友達に慣れてきたところだったのに、もうお別れだなんて。楽しい時間はあっという間でした。
今回初めて飛行機でこっちまで来て、レンタルバイクで旅をしました。やっぱり九州まで自走やフェリーを使ってくるとなると、もっとまとまったお休みが欲しいところですが、こういう旅の仕方なら2泊3日でも十分に楽しめることが分かったので、もっと行動範囲が広げられそうです。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ワンタンだ。